盛り付けられたカレ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 は、シチューに似たフィリピン料理である。ピーナッツソース、様々な野菜、牛テール、牛肉、そして時にもつやトライップを使って作られる。肉としては、ヤギ肉や、稀に鶏肉も使われる。しばしばエビのペーストと一緒に食べられる。唐辛子で味付けしたり、カラマンシーのジュースがかけられることもある。伝統的に、 フィリピンの祭りはカレカレがないと終わらない。アメリカ風のものは牛テールを牛肉に変えることもある。カレカレの起源についてはいくつかの説がある。一つはパンパンが州で最初に作られたというもので、もう一つはスペイン人の到来以前にマニラに居住していたモロ人の食文化に由来するものであるという説である。フィリピン人にとっては国民食となっており、 海外に移住したフィリピン人も好んで食べている。カレカレとホワイトソースをかけた牛タン、パンシットの食卓側がついたまま2インチの長さに切った牛テールとトライプは柔らかくなるまで茹でる。牛のスネ肉が加えられることもある。肉が柔らかくなり、スープがゼラチン質になったら、いってひいたピーナッツと同じくいってひいたもち米を加えてスープにとろみをつける。 また着色のためにアナトウを加える。よく使われる野菜は、若いバナナのつぼみ、ナス、さや豆、白菜等である。温かいまま、塩を振って焼いたエビのペーストを添えて出されることが多い。ありがとうございます。